それで目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで俺は飯食う暇もねえんだ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリってたわけでもなく、全裸で往来をのし歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だなあ。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって、あいつに。よ、ごめんください。どうぞ。お初にお目にかかります、あかねさん。どちら様？はい。いや、こりゃうめえや。よかった、ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな、突然押しかけちまってびっくりしました、茜さんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな、自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかったからな。それに俺にとっちゃ町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから俺にとって茜さんは実の母親っつうよりも俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だからこいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それは？その大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で、留学でこっちの大学に来てるんです。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。
だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜ。はい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おお、ありがとな。パイナップルのワインか、こりゃうまいな。ハワイの隠れた名産品なの。気に入ってもらえてよかった。いや、もう飲むもん食うもん全部うまいよ。さすがハワイだ。じゃあそんな春日さんにとっておきね。ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。こりゃまた強いの来たな。ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり。体もすごい鍛えてそうだし。私マッチョな人好きなんですよね。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そうだと思う。あんたみたいな素敵な子がそんなんだと、野郎どもを勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さんいい人そうだし安心しちゃう。あ、やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つうか、やっぱ近いって千歳さん。おいおい。やっぱり春日さんっていい人ねえ。春日さん、なんだい。茜さん今日は帰ってこないんだけど。俺はとんだ過保問題。ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さんだったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。ごめんごめん、今のは情報だ。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ春日一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。千歳さん、あんたまだ平気な。なんだこれ。さすがにすきっぱらに飲みすぎたか。すまねえ千歳さん、グラス落としちまった。千歳さん、最初からこうしとけばよかった。え、おやすみ春日さん。
どこだここは。Surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Ore? Ore ga douka shita no ka? Ha? Ha? Eh? 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 Dou natten da その後、30分にわたり市街を歩き回り、駆けつけた警官に現行犯逮捕されて、ここにいると。俺はただ、茜さんの家を探してただけなんだ。茜さんか。生き別れの母親に会いにわざわざ日本から来て、メイドに身ぐるみ剥がされたっていうのか？頼むから信じてくれよ。信じてくれ？お前、自分の状況が分かってるのか？すっぱだかどころか、財布も ID もパスポートも持ってない。お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ、七死のゴンベイだったかな？そんな奴の言うことを誰が信用する？あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。番号知らねえんだよ。連絡の取りようがねえ。ふん、頼れる当てすらないか。じゃあ何でもいけるな。え？何がいいかな。せっかくだ、なるべく重たいやつがいい。あったかな。おい、どうした？ああ、そうだ、あれがあった。半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。この凶悪事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一向に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人になってもらおうと思ってな。はあ？お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。いいことだらけだろ。てめえ、あった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやるよ。そうだな、何、ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は署長賞は固い、昇格もあるかもな。俺は日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだよ。
あんたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ来い。なあ刑事さんよ。ああ、あんたなんで警官になったんだ。そりゃ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある。はあ、話にならねえ。なあ、俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい。そういや背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。ああ、おらクッ、ッホーリーアーバよ。ストップ right there. Hey, we got a runner. Stop! くそ！くそ！なんでこんなことに。とにかく捕まるわけにはいかねえ。どっか逃げねえと。I'd stop if I were you. あのパトカーは。まさか、もう手回ってんのかよ。 Freeze! Don't do anything stupid! Stay where you are! You're not getting away! We're gonna lock your ass up! Stop right there! You can't run forever! Here he is! Get him! Stop! You're a deep shit, pal! You're not getting away! が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、春日。桐生さんですか。他に誰がいるってんだ。あ、いや、随分雰囲気が違うから。これでどうだ。本当に桐生さんだ。でもなんでこんなとこに。話は後だ。もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ、桐生さんこんな器用だったんすか。まあな。来い、こっちだ。なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡ほう助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。まったくです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか。
俺は今ハワイである仕事をしててな。まあ人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな。たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。キリュウさんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ、いわゆるフィクサーだ。大道寺一派。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。早速ですが仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ。そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか。聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート。ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ少しはやる気が出てきましたか。それでこっちに。キリュウさん、そんなにハワイに来たかったんですか。まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷数が一番。微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。濡れ衣を着せられたにせよ、警官殴って脱走したことは事実なんだぞ。じきに指名手配される。しばらくは俺といろ。ただ金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか。いや、それがさっぱりで。まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか。え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。え、乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。ありがとうございます。いや、すんませんでした。気合い入れるか。